福光園寺は、山梨県笛吹市三坂町王の寺に所在する寺院。新聞州地山派に属し、三号は、王の山。本尊は、不動明王。三門所在する笛吹市三坂町王の寺は、甲府盆地南東端に位置しており、周囲は桃を中心とする果樹園が広がる傾斜地で、南は三坂山地に近接している。古代には、 後期国府の所在する八代郡にあたり、近辺には、湯河寺や、九本寺、友光寺など創建が古代に遡る寺院が分布している。創建時期は不明であるが、古くは駒竹山大野寺と称し、平安時代後期の方言2年に、大野厚金により再興されたと言われ、剣安を中高解山としている。平安時代には10世紀に成立した。 聖徳太子伝歴に記される海の黒駒伝承た伝わる。これは、聖徳太子が、黒駒と呼ばれる馬にまたがり、富士山頂に達したとする伝承で、山梨県では、富士山周辺や古代感動、海の路周辺の寺社などに伝わっている。海の黒駒は、日本初期、有略天皇十三年上、俗日本紀。 天平三年十二月二十一日上に登場し、海国寺、田辺氏広谷が、朝廷に新名を献上したと記されている。福光園寺にはこの回の黒駒に関する伝承が伝わり、裏山は黒駒巻であったという。現在、九時から十七時までの間に配管ができる。福光園寺、吉祥天及び二天造蔵内名水駅、P58 水駅。 P58 末期、P59 末期、P59 富士の国山梨観光ネット、山梨の名宝、P122, 山梨の名宝、P122, 山梨の名宝、P122, 山梨の名宝、P122 名,名の全文は、山梨県史資料編7中世4考古資料に書斎。新指定の文化財、月間文化財237号、第1放棄。 1983山梨の名宝 P122 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 ありがとうございます